ということで冒頭いきなりでございますが、こちら富樫選手の3クォーター終わりのブザビスリーポイントを偶然収めることができました。まあ、これ偶然というのは冗談でございまして、もう必然でございました。これなぜかと言いますと、2クォーター終わりだったと思うんですけれども、彼は同じようにブザビのシーンがあったんですね。でいつも通り右45度から左に切り返して、クロスオーバーで切り返して、ワンドリでステップバックしようっていうこのタイミングでボール強くつきすぎて、まあ、力入っちゃったんですよね。めちゃめちゃ上にファンブルしちゃったんですよ。で結果的に思うようなシュートが打てず、その時の顔が本当今日一番悔しそうな顔してたんですよね。なのでまあ点差がすでについていたので、4クォーター終わりで、まあ、千葉が打つことはもうないだろうといったとこ加味すると、3クォーター終わりにこのチャンスが来るのであれば間違いなくトガピで来るだろうと。そしてあの顔見た感じと今日の動きというかシュートタッチ見た中では絶対決めてくると。なので用意しようと思ってポパイも用意したんですけれども、カメラのボタンを押すのが遅すぎまして、押した時にはもうすでにシュートを打ってるシーンだったと。それぐらい早い選手なんですかね。まあ、そのシーンが撮れたということでございました。この日千葉ジェッツはですね、チーム全体で3ポイントが当たっておりまして、対横浜に104対78、約30点差で圧勝しました。3ポイントに至ってはなんと30分の15の 50%、 選手で言いますとトガピが11分の6、 54.5%、 すごいっすよね。11本打ってるのもすごいんですけど、11本打って6本決めてると。でもこれは結果的に調子がいいから11本打った、で成績がついてきたってところではあるんですよ。序盤から非常に良かったです。まあ素晴らしいね。そしてダンカン、素晴らしいね。ダンカンこの野郎、3分の2の 66.7%、 それからライタ君が1分の1、西村風民が2分の2で共に 100%、 そして里拓が2分の1の 50% で、私の推しでございますスミス君も3分の2で 66.7%、 唯一原修が6分の1と当たってなかったんですけれども 16.7% だったんですが、まあ、チームでカバーしたといった結果 50% でございました。ということで本日は千葉ジェッツ現地観戦記いきましょう。それでは早速ティップオフ。ということでいつもと違う感じでスタートさせていただきました。今回は新宿から車でブーンと千葉ポートアリーナまで行ってきました。危うく途中まで船橋アリーナに向かってたんで、あれ皆さんに言われなかったらポートアリーナじゃなく船橋アリーナに私ついてたと思います。10キロぐらい差があるんで危なかったかなといったところなんですが、本来新宿からだと成田エクスプレスだと1本で行けるんですよね。まあ座ることもできてといったところなんですが、まあ成田エクスプレス時間が全く合わないんですよね。本数がないので、なのでまあ今回車となりました。なので現地周りのおすすめスポットなどの紹介は今回ございませんので、あのご容赦くださいませ。そして新宿からは本来総武線というのが通っておりまして、これに乗れれば1本で着けるんです。ですが1時間半ぐらいかかるんですよ。そこから現地まで行ったら2時間ぐらいかかるんですよね。遠いんす。名古屋に行ったり島根に行ってどこに行くのと変わんないんすよ。同じ関東なのに。なので車で行きました。行きはだいたい、まあいつも混むんですよ。行きは千葉方面混みまして1時間半ぐらいですかね、かかります、混みます。で帰りは1時間かからず40分ぐらいですかね、それぐらいで帰ってくることができます、できました。はい、まず会場の地下にかなりの台数が止められる駐車場がございます。これは多分ポートアリーナだけなんですかね。ちょっと船橋アリーナのことはわからないのでごめんなさい。4時間ほど駐車したんですよ。結果的に5時ぐらいに着いての4時間9時過ぎぐらいまでいて出てきたんですけれども、900円でした。めちゃくちゃ安いです。これ都内虎ノ門とかでやると4、5000円かかります。はい、これ見に行くのに便利でいいですよね。千葉って言っても広いので、まあ車で来られる方多いと思うので、これはさすがだなと思いました。そして、試合開始7時5分ですが、まあ5時過ぎに到着したんですけれども、それでもアリーナ入り口付近の地下1階の駐車場ですね。まあ一番近いところですね。この辺に止めることができたので、私万々歳でございました。そこで、まあ、人に見られながらなんですけれども、ショート動画を駐車場の外で撮影するっていうことになったんですけども、非常に恥ずかしかったです。めっちゃ見られました。はい、会場は一見こんな感じになってるんで味気ないんですよ。他のチームと比べるといろんな選手あれがあったりとかなく、上りが数本立ってるぐらいなんですけれども、この1階っていうのは通常ほぼ使用されず2階が入り口になってます。2階の方がまあ明るく色々なってました実際。はい、
なので、まあ、この写真は道路沿いの1階なので何もこうねイベント感がない、そんなことはないので皆さんここは勘違いされないようにしてください。戻ります。この1階はほぼ使用されず2階が入場口入り口となってます。なのでここから中に入り1階席の人だけまた1個下がって1階席の席に着く、まあ、こういうような形、普段とは逆の入り方になるのがポートアリーナの特徴でございました。今はコロナもちょっと落ち着いたというところがありますので飲食販売も普通にしておりました。特にお酒のところですね、ビールやサワーにまあもちろん長蛇の列がありましたし、まあ、千葉ってどうなんですかね、持ち込みありなんですかね、コンビニから買ってきてるようなお茶割りとか持ってる人見かけたんですけれども、いいんですかちょっとわかんないんですけど、もし NG だった場合、まあ、皆様は真似しないようにしましょう。ちょっと私その姿が結構多かったんで当たり前にいいのかななんて思いました。まあ、入り口に缶とかのチェックする人もいたんでダメなような気もするんですけど、ちょっとわかりません。はい、まあ、入るまでに長蛇の列並ぶんです。入場口結構並びました。6時ぐらい、6時前ぐらいですかね、あの入ろうとしたんですけれども、ですがスタッフの手慣れた手つきとですね、まあ、流れですぐに入場会場内に入ることはできます。ちなみに並んでる列のほとんど女性でした。女性めちゃくちゃ多いなという印象でございました。入ってすぐですね、会場入ってすぐ飲食販売がありまして、さっきのビールサワーとかが並んでるんですが、左側の左側ですね、左側向いて通路があってこの左側の方なんですけども、ここに、まあ、唐揚げだったりの食べ物のところが置いてありまして、まあ、ここも入場制限かけつつこう何人か入れてといったところやってたんですが、まあ、唐揚げやっぱ人気でしたね。500円ほどぐらいだったと思います。まあリーズナブルもあって、まあ、美味しいし外れも少ないしっていったところでやっぱまあまあいいですよね。あとはなんとかチキンみたいなのでですね、チキンばっか置いてて、おこれめちゃめちゃいいなと思ったんですけれども、特段まあブレックスアリーナに置いてるようなまあフルーツサンドだったり、まあそういったまあ新しいものは特になかったんですけれども、それでもまあ大行列でですね、でプラス私まあ大減量中でございますんで、今回食べ物の方はご遠慮させていただきました。まあこう列入って並んで入場制限されて中行かないとメニューまで見れないので、ちょっと冷やかしになっちゃうのは申し訳ないなといったところで、遠くからだったのであんまり見れなかったっていうところはごめんなさいといったところでございます。でもめちゃくちゃ美味しそうでした。あとは会場内普通に自販機もありまして、飲み物に関してはそちらを利用している方も多く見受けられました。そこが売り切れになっていない以上は全然使っていいのかなと私は思います。でさらに進みまして左奥に進むとグッズ売り場ありまして、まあ、大体30平米ぐらいですかね、ワンルーム 1K ぐらいなスペースですね、結構広めでございました。本当にいろんなものを売ってましたね。 T シャツ、ユニフォームからグッズ、マグカップ、まああとはキーホルダー、まあそういうのがいろいろある中、私はですね、まあ、いつも買うんですけれども、まずマスク、選手マスクでございまして、今回は背番号34番のクリストファー・スミス選手、私のご利用しスミス君ですね、こちらの方のマスクと、あとトレーディングカードっていうのが一袋あたり、あれ何枚入ってるの、5枚ぐらい入ってるのかな、3枚なのちょっと分かんないですけども、一袋あたり450円で売ってたんですけれども、まあいいやと思って箱もあったんで箱でゴンって買ってみたんです。そしたらですね、締めて1万ちょいでございました。結構いったなというふうに思いまして、駐車場の懸念があったので両替するために1万円いかないぐらいの金額にしようと思って1万円超えたで全く意味がなかったんですよね。まあ、結果的に駐車場はカードもスイカとかそういう電子マネーも使えるので問題なかったんですけれども、お釣りを崩そうと思ってったのに全然意味がなかったといったところはちょっと余談でございます。またこのトレーディングカードにつきましては、今後お会いする方にですね、1袋ずつ配布したいと思います。各地ですね、例えば今後他に行くチームですねあるんですけれども、そういったところでもあの千葉の選手そういうの欲しいとか、ポパイからですねもらうんだったら何でも欲しいっていう方いらっしゃると思うんで、あ全然そういうのも結構でございます。まあ、あのペンとかあったら全然サインもしますんで、いろんな方にお配りしたいかなと思います。ぜひぜひお気軽にお声掛けください。さあそれでは早速席に着席してみたいと思います。今回の席はこちら。はい、ということで普通にチケット買いました。買ったんですけど2万円とめちゃめちゃ高かったんですけれども、なんと超良席、まあ当たり前かというところでございました。ホームエンドの一番角、選手とは一番遠いところでございまして、まあ、チアだったりがよく出入りするところありますよね。あそこでございました。まあ、今回は、もう私どこにいるっていうのを言いました。で、まあ、あの位置って実は一番バスケットライブでは抜かれにくい部分ではあるんですけれども、まあ、会場の方からするとお分かりになるかなとも思ったんですが、まあ、ジェッツブースターの中でポパイフォロワーさんってそんないないんで、害はないだろうと思って普通にアップしました。私ここにいるぜと。まあ、分かりやすくと思ったんですけれども、全然皆さんですね、あのスクショして隠し撮りしてこうアップとか、まあ、流れてこなかったのでですね、全然いいかなと思って、まあ、次もですね、まあ、そういった形で、あの私一応顔出ししてないので、そういったことがなければ全然場所をお伝えしたいなと思います。まあマジでこんないい席で見られるとはですね、まあ、昨年決勝のまあご縁の恩返しな気もします。本当に偶然夜パッと
と見て取ったところだったんで、すごい席取りました。まあその席の特徴で言うと、1列目多分スポンサーの方々なんですかね。もう宴会でございました。もうずっとお酒飲んでという、楽しそうだなと。まあこれも一つ醍醐味だと思います。まあ隣の女性の方なんで、もうポップコーン途中でこぼしちゃって、やばいと思って一緒に拾おうとしたら、大丈夫ですみたいになったんですけれども、会場でこぼしちゃったりすると変な目で見る方もいらっしゃるじゃないですか。でももうしょうがないわけですよ。しかもそういうところに行くので結構身軽に行ってるので、普段持ってるハンカチティッシュとか持ってない人もいるにはいるじゃないですか。なので別にそういうのがあったとしても、なんかこう変な目で見るのは私違うなと思うんで、楽しみ方っていうのは推しが活躍するのを応援するのもそうですし、対戦相手どうもそうだし、バスケのこういうプレー接戦も好きでいろいろあると思うんですけれども、全然バスケじゃなくスポーツを最前列で観戦して約2時間ぐらいじゃないですか。居酒屋2時間と一緒ぐらいですよね。といったところで人様に目をかけることもなく、まあ、楽しまれるっていうの一つありだと思うんで、私はそういうような目線では思わず、いいな、自分も車じゃなかったら混ざりたいなぐらいに思って見てました。めちゃめちゃいい人たちでした。はい。で、2列目とかになるともうカメ子軍団ですね。皆さんほとんど女性だったんですよ、そのエリア。ほとんど女性でみんなカメラ持ってるんですよ。で、入場シーンとか最初ですよ。最初なんで皆さんカメラパシャパシャ撮るじゃないですか。なのでハリセンとかあれなんですけど、私まあやることないんでハリセンいつも叩いてるんですけど、ハリセン叩いて後ろパッと見たら誰も叩いてないです。みんなカメラ持ってるんですよね。はい。これはこれでまた面白い席だなと。まあ大体一番前の席なんてそんなもんなんで、いいなと思いながら見させていただきました。はい。まあ一つ特徴でございます。ジェッツの特徴ですが、ゴールのポールのところですね、土台の部分でございます。ここにもデジタルサイネージ置いておりまして、動画が流れておりました。で、今回オーミーがまあ運よくこう映ってたので、いいタイミングでパシャリしておきましたが、ここでですね、いろんな選手が交代したりするときにその選手のワンシーンみたいなのこう流れたりするんで、結構いろんなところに目が行き場があるんで、非常に見やすい会場だなというふうに思いました。ですが、一つ先に物申しをさせてください。こちらの写真をご覧ください。これなんとなく雰囲気かっこいい感じになってるんですけれども、ちょうどこの私の席の対角線がライトなんですよ。ってことはまあ4方向角の人たちはこういう運命なんですけれども、これによりまして、オープニングやハーフタイムだったりの暗転の時ですよね、まあいわゆるショータイムになるんですけれども、全くもって眩しすぎて何にも見れないんです。チアが踊ってるのとか見ようとかって思って見てたんです。全然見れないです。もうもはや眩しすぎて目を開けてるのが一番辛い。まあいい贅沢なんですけどね。いやー、でまあいい席だからいっかと思いつつも、非常にびっくりしました。そしてですね、オープニングでございます。オープニングなんですけれども、うわすげーと思いながら、もう半目なんですよ。もう半目も開かないぐらい、ほぼもう生まれたての子犬ぐらいの目しか開いてないんですよ、眩しすぎて。の中最後バーンといきなり大音量とともに花火みたいのが上がったんですよ、コート内で。もうケツ浮きましたわ。めちゃくちゃ浮いた。びっくりした。あれですね、結構危ないお年の方ぽっくりいっちゃう可能性あると思います。気をつけてください。先に言っときます。ジェッツのオープニングはオープニングから迫力満点なんで、ライトとポリゴンフラッシュですよ。あれ昔ポケモンで流行りましたよね。テレビでちょっと体調悪くなっちゃうみたいなあったじゃないですか。ポリゴンフラッシュレベルのライトプラス花火のドーン、あれびっくりしました。本当にお尻が浮きました。といったところもですね、楽しかったと言えるように、皆様ですね、ちょっとびっくりするの苦手な方っていうのは、もし一番前に座った時には何されてもいいようにぐらいな気持ちでいましょう。ということで、前置きはさておきまして、ここから3つでございます。試合について、チアについて、モッパーについて、以上いきたいと思います。改めまして、サイドティップオフ。さあ、それでは試合を見ていきましょう。まあ、大差がついてしまったので、総括をまとめていきたいと思います。まず、ジェッツ。序盤からよく走りますし、見せます。ダンカンとトガピーの共にですね、ビハインドパスとかですよ。あとはトガピーのですね、クロスオーバーも早すぎてよくわかんなかったです。瞬きしたら右にいたのが左にいました。はい。それから、ダンカンのピックからゴール下へのダイブの速さですよね。富樫くんだったりにスクリーンをかけに行った瞬間にこうゴール下にダイブする。もうさすがの王者でございました。文句なしでございます。はい。しかもこの試合は冒頭にお話した通り、みんなスリーポイント当たりまくって外す気がしないレベルでございました。推しのスミスくんも前半2分の2でですね、途中後半時間が空いちゃったんで外しちゃったんですけれども、もう2分の2完璧な、もう入り方も完璧なシーンでございました。それからドライブに体をぶつけながらのプレーなんて、もうあれは NBA 級のプレーでしたね。もう強いの
一言でございます。その上で一個苦言を呈させていただきます。ディフェンスです。その上のファールについてでございます。まあ、オフェンスはですね、1攻撃あたりのパス回数やその精度、それから選手がプレーに絡む人数、回数ってね、非常に多く、めちゃくちゃいいレベルなんですよ。パスについても、これ私が今まで見てきた中、2会場見させていただきます。つまり4チーム見てるんですけれども、最も多くの選手がバウンズパスをするチームでございます。つまりパスが上手いんですよ。ビッグマンもしかり、ガード陣もしかりと。これに対し、ディフェンスはほぼワンオンワンで守る的なチームでございます。なので、体でコースを止めに行き、まあラインだったり味方の方に誘い込むっていう誘い込み量ではなくて、抜かれてもブロックで勝負に行くスタイルを結構取るんですよ。で、ここにフェイクだったりとか、ユーロステップなんていうのタイミングずらされると、かなりの数でファールを吹かれてる印象でした。これ計測してないんで見たらわかると思うんですけれども、多分ジェッツってファール多いと思います。で、ファール多いんだけれども、これ選手が誰が出てもレベルが変わらないっていうのがあるんで、一人当たりのファール数そんな多くなかったりすることもあるんでしょうけど、チーム全体では多分多いです。このディフェンスのスタイルでは。なので、なぜ千葉っていうのは点数取って勝ちに行くのに対し点数を取られるのかっていうのは今まで疑問だったんですけれども、なんとなくこれで解決したかなと思います。まあ本当にオフェンスに振り切ってる、サッカーでブラジル代表みたいな感じですよね。普通のサッカー、イタリア代表とかが1対0で勝つに対し、ブラジル代表は3対2で勝つみたいな、まあそんなようなスタイルだなというふうに思いました。まあ異常にファールが多いチーム全体でですね。で、特にまあ今回はギャビン選手出てなかったんで、ダンカンのところ、ミスター JD のところを見て思ったんですけれども、先にお伝えしたダンカン選手、ピックしてスクリーンかけてからゴール下にダイブするのは早いんですよ。早いんですけど、ギャビンも多分同じぐらいの速さだと思うんですよ。でもこの二人って結構な確率でムービングスクリーン取られてると思うんですよね。皆さんどうですか？ブースターの方どうですか？で、これ理由が明確なんですよ。彼らですね、オフェンス重視の選手たちなわけですよ。なので、すぐに行くと。このピックをしてすぐ自分が決める、すぐ自分がリバウンドに行く。ってなるんですよ。水泳を思い浮かべてください。 50m でターンしてさらに 50m 行くときに止まって手でタッチしていく人っていないですよね。何しますかって蹴りますよね。その印象なんです。スクリーンプレイヤーに対して押してその反動で加速していく癖があるんですよ。これやっぱりこう私もバスケやってる中でこういう選手っているにはいるんですよね。まさにギャビンとダンカンそのタイプだなと思いました。なので特に富樫選手だったりすると対するマークマンっていうのはちっちゃい選手になるのでパワーケースを思いっきりずれるじゃないですか。なので押した時ですよね。押した時にこう吹っ飛ばしちゃうっていう印象で吹かれてるファール、まあ実際押してるところもあると思うんで、まああれは仕方がないといったところなんですけれども、結果的にもうあれはもう攻めたいがゆえといったところを見ると、ただこれがもしこのですよ、ファールが重んだ時にはちょっと控えないと怖いかなと思いました。もちろん西村選手や藤永選手など、まあガード陣ですよね、明らかに不利な外国籍選手にまあマークですよね、スイッチした場合すぐにファールでストップして、まあフリースローもさせずサイドスローからさせるみたいな、そういう戦略的なファールの取り方ってもちろん上手いチームであったんですよ。流れを持ってこさせないファールなんていうのはこの試合でも 4,5 回ありました。非常に優秀だと思いました。ですがさっきのですね、オフェンスファールみたいなところだと、もう少し手こ入れしないとですね、偏ったポジション、まあインサイドジーンとかガードジーンとかで大量ファールを食らっちゃうことになり、負けてる要素のほとんどがこの効能部分からの自滅なんじゃないのかなっていうふうに感じました。まあそれがあってもまあオフェンスが最強なので問題なさそうっちゃなさそうなんですけれども、一個だけ苦言をといったところではそこが私の気になるところでございました。あと他のチームと比べて声がないんですよ、プレイヤーので、これはいい意味でございます。もう動きが他で作れてるから問題ないんですよ。ボール持ってる選手にピック行く、それ以外のところで動くなんてもう完璧なんですよね。具体的には富樫選手がトップでボール持つ、そこにダンカン選手がスクリーンに来る、例えば富樫選手から見て左側に来る、そのスクリーンにかけつ富樫選手左に行く、そしたらダンカン選手ロールして右側をこう回りながらゴール下に行く、で2人ともリングに向かうじゃないですか。そうするとこの2人がいたフリースローライン横の、今で言うと右側のエルボーラインぐらい空きますよね。そこに右45度にいた原くんが横に平行線にダッシュしてきて、そこでもらってジャンプシュートとか、こん
んな感じで結果的に2人がこう作ってるんだけれども右40こう動いて3人目でも左側見るとどうかというとそういった邪魔をしないように45度に1人これはセーフティーに入るようにあのすぐディフェンスに戻れるようにっていうところに1人いるんですけれどももう1人ですよね里拓でございます。この原くんが入った時にはコーナーまで降りるとつまり自分についてるディフェンスが原くんにスイッチというかカバーリングさせないように降りるっていうようなこう見えない動きってめちゃくちゃあって本当千葉は見てて飽きないなっていうチームでございました。めちゃくちゃ勉強になりました。もうなんか私見ただけで自分がバスケ上手くなったんじゃないかってそんな勘違いもしております。はい、それぐらい期待も持って夢も持たせてくれる最高のチームでございました。対する横浜でございますが序盤はですねまああのベクトン選手のポストプレーだったり森川くんのワンオンワンっていうのでまあシュート決まってたんですけれどもほとんどワンパスでオフェンスを組み立てててその後攻めあぐねてるそんな印象でした。もう少しパス回しのスピードだったり回数それからオフザボールですよねボール持ってない選手同士の動きだったりこの辺ですよねボーラー以外の動きを作れないとちょっときついんじゃないのかなっていうのが思いました。それができると相手への歪みとなって動ける気がしましてその結果ですねエンドスローだったりなんですけれどもこの辺は千葉相手にドフリーでもらえたりしたんですよ。なので伸びしろすごく感じたチームです。なのでやることをやるっていうのはすごく守れるチームだったのでそういう戦略をもうちょっと増やしていった方がいいんじゃないのかなというふうに感じました。しかも去年より横浜選手たち全体的に体が一回り大きくビルドアップされてる印象だったんですが横浜ブースターさんどうですか。かなり筋肉もいい感じについてるかなと思います。なので期待は相当できると思うんでそういったところコツコツとそして一個ずつでもチームオフェンス作ってきたら面白いチームになるんじゃないのかなというふうに感じました。非常にオフェンスセンスはあってですね個人技なんかも上手い選手たち多いなという印象でした。次にスタージェッツチアに行きます。ご登場ありがとうございますとか皆さん言うんでこれ何のことなんだと思ったらまあそういうあれだったんですね。すいません何も分かってなかったです。はい、スタージェッツというのがチアのお名前でございました。まず言います、全員可愛いっす。もうやばいっす、全員可愛い。そしてダンスがうまい。これはもう B リーグトップだと思います。今のところもダントツ1位です、間違いない。チアをやる上で私しかもですねこう大事なと思ってるのあるんですよ。皆さん分かりますか、髪の毛なんです。絶対髪の毛はチアやるんだったら腰あたりまで伸ばすべきだと思うんです。髪を振り上げるパフォーマンスってどのチームもありますよね。サイズの小さい日本人女性がですねチアをやるのにあたって躍動感見せるにはこの髪を振り上げる時のこの量だったりこう動きですよね。しかもこう髪の毛のこう質の良さみたいなところもあるわけですよ。こういう小技って絶対外しちゃダメなんですよ。他チームの方結構ショートカット多いんですけれどもジェッツで言うと一人、まあ一番ちっちゃくてこうあのセンターの子、この子だけあえて髪の毛まあ短めなんですけど、短いんですけれどもまあ肩甲骨ぐらいまであるんで他チームの短いこと比べたら全然長いです。なのでまあそういうのもやっぱプロだなと徹してる印象でございました。もうすごい迫力も、まあ、人数もいるんで、ね、すごいなそういうのも含めて完璧だなというふうに思いました。そして何よりですね顔可愛いんですよ。あとあのおっぱいが大きくてあの細い子っていうのめちゃくちゃ多かったです。席の横でスタンバイされてるチアのことをいたこうチラチラ見てたんですけども匂いも良かったです。もう最高でした。もうスタージェッツ見にまた行きたいですね。もうタイムアウト毎回期待しました。そんで毎回ですねちょっと私一人タイプの子がいたんでずっと見てたんですよ。たらもう帰り際に満面の笑みでこうニコッとしてくれてもう惚れました。私もう好きになっちゃいました。男って単純ですよ、こんなもんですよ。はい、スタージェッツを見に行っちゃうんですよ。うん、こんなこともあっていいんです。はい、すいませんおじさん失礼いたしました。このパフォーマンスについてはハーフタイムのよさこいもすごかったです。あのその前にやってたあのライトフリフリするあれもすごかったんですけども、先にお伝えした対角線上のライトがすごすぎて全くパフォーマンス見れなかったんで、暗転が終わってよさこいはもう完全明るい状態でやったんでもう見れたんですけれども、迫力すごかったな。人数も掛け声もこと演出においては総じてですけれども最高級のエンタメだと思います。まあここにこれから 100% の入場になりまして観客席になりまして声も出せるとなるとまあ圧巻でしょうね。うん、これは一回見にもう一回見に行かなきゃいけないなというふうに思いました。私はまたあの席取ってあの子に会いに行きたいとも思っておりますので、皆様応援のほどよろしくお願いいたします。
そして最後にモッパーさんでございます。私がいた側は二人とも女性、またこれも可愛い女性人たちだったんですけども、可愛いとこしか見てないのかって、まあおじさんなんてそんなもんなんで、お許しください。でこのモッパーさんたちが島根とはまた違ってですね、まあ島根が愛情情熱のプロに対し言うならば、ジェッツのモッパーさん、技術ですね、テクニックのプロでございました。しかもグイグイ行っちゃう系です。ファール吹いて選手が寝てる状態のところですよ。選手まだ寝てるのに、もう近寄って横で立って待ってるんですよ。で、立ち上がったらですよ、即作業です。もうプロです。モップの他に、滑り止めの効く、こう、スプレーみたいなものと、拭き取りのいい、こう、ダスターみたいなもので拭いたり、あとは、靴でですよ、キュ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 ってやったりするんですけど、もうちょいちょい会話も聞こえるんですよ。滑らなすぎて怖いね、とか、テープの補修を、こう、うんぬんしてこうとか、もうね、素晴らしかったです。もう仕事してるなって感じでした。まあ、こう、モップかけてる姿もね、機敏で早いし、角もしっかりやるし、しかもエンタメっていうの分かってるのか、ちゃんとね合わせるっていうところもそうですし、そしてもう皆さんビジュアルもいいといったところも素晴らしいでございました。ただこちらも一個だけでございます。上げ足を取りたいわけじゃないんです。完璧主義者なのかもしれません、私ポパイでございます。ウェアも黒のジェッツのつなぎで素晴らしいのに、マスクと靴だけ揃ってないんです。ここはモッパーさんのマスクは赤で統一でいいと思うんですけど、皆さんどうですか？それから靴も真っ赤で統一とかでいいと思うんですよね、ジェッツだったら。皆さんどう思います？まあもしかしたらボランティアさんかもしれないし、実態はわかりませんが、もしこれがですねチームとしてやってるとか、まあボランティアさんの中でもあればなんですけれども、まあ揃えるために個人で負担しなきゃいけないうんぬんってもしあるのであれば、中の人よかったら私にお声掛けください。私ここの部分は全額出したいと思います。マスクと靴真っ赤で揃えるって、これかっこいいと思います。あんだけプロな動きしてるのであれば、そこまでやってもいいんじゃないか、全く恥ずかしくない、むしろめちゃくちゃいい影響を与える、まあ、そんないう風に思いました。あれ見ててああいう仕事したいっていう人も多分いると思います。それぐらい素晴らしかったです。はい、ということで今回は千葉ジェッツ観戦記になりました。私の独断と偏見と性癖みたいな感じで盛りだくさんでございましたが、いかがでしたでしょうか。今回試合として大記録はなかったものの、ポパイが応援するチームが勝つっていうのの連勝はなんと未だ無敗でございます。何よりここ最近調子の悪かったトガピーがですね、24得点と、まあ、スリーめちゃめちゃ入ったりといったところではいい感じで復調させられたのではないでしょうか。これは多分ポパイのおかげだと思います。皆さんどうでしょうか。またですね、会場内で数名お声掛けいただいた皆様ありがとうございました。嬉しかったです。昨年ファイナルチケットをいただいた神様だったり、ぜひお会いしたいですって言っていただいた女性の方だったりですね。この女性の方なんていうのは、偶然私ですね、途中、時間があったんで上に上がって通路歩いた瞬間に、ポパイさんっていきなり言われたんですよ。ってびっくりしちゃって、誰だろうと思ったら、おお、そうなんですかと。で、船橋名物のお土産ですね、ご当地ビールとかまでいただいちゃいまして、本当にありがとうございます。お気遣いなくて全然いいんですよ。私なんてもう全然どこにでもいるような人なんで、なので嬉しかったです。純粋に嬉しかったです。ありがとうございます。で、まあ2点なんですけれども、減量中なんで誕生日まで飲みません。12月半月過ぎたんですけれども、1日しかまだ飲んでないんですよ。なのでちょっと減量中なんで引き締めるために大事に冷やしておきたいと思います。丁重に扱わせていただきます。あとですね、基本口に入れるものはなしにしてます。断りにくさもありまして、もし何かあったら嫌じゃないですか。で、なんかもちろんない方とかそういうの分かるんです。分かるんですけど、お互い何かあったからでも遅いんで、一旦ちょっと口に入れるだけは、おやめいただけますと幸いでございますが、まあ、今回に関してはこれはもういただきたいと思っております。まあ、そんなこんなでですね、千葉にも温かくしてくれる人がいてですね、まあ、史上最強に多分ポパイのフォロワー少ないんですよ。千葉ジェッツのファンの方ですね。はい。だったんですけれども、まあ、こういった数名の方でも声かけに、もう最高ですよ。ありがとうございました。しかもスミスも見れたし、ようやく見れたし、もうやばい。もう NBA だ、あれは。はい。素晴らしかったでございます。はい。まあ、強さの秘訣をパフォーマンス、会場全体から感じることができまして、今の私の脳内はですね、もうこの千葉をどうやって倒すのか、どんなチームだったら相性がいいのか、ここに尽きております。はい。応援するんじゃなかったのかよ。最後になんていうこと言うんだといろいろ思う方いらっしゃると思うんですけど、まあそうじゃなく、やっぱりこう完成されたチームを倒し、それによりまた強固にこう積み上がっていく、この過程ってめちゃくちゃ楽しいじゃないですか。そのための苦しみって苦しみなんだけれども、それがうまくいった時
って普段の勝利よりもなんとなく喜びって倍増しませんか。まあそういったところもありまして、天の弱風にはさせていただくんですけれども、もう本来であればもうどのチームも勝ってほしいというところもあるんですけど、まあ勝負の世界なんでね、そんなことはうまくいかないともちろん分かってますんで、そういうような見方もしつつ、バスケをですね、これからも楽しみたいと思います。皆様今後ともですね、引き続きよろしくお願いいたします。でですね、次回12月29日水曜日にまた試合があるので、どこかの会場に行きたいんですが、私ツイッターの方でお伝えしておりますキッチンカーのビジネスっていうのをついに始めることになったんですね。でこれがオープンの日が12月28日なんですよ。で12月28日から1月3日まではもうぶっ通しでやる予定でございまして、とはいえ7時なんですよ。で場所なんですけれども立川とかそっち方面なんですよね。なのでオープン2日目なんで状態状況わかんないんですけれども、予定として行けるんだったらもう先に宣言します。12月29日時間があるんだったらアルバルク東京の立川立飛、こちらにお伺いしたいと思います。これで代々木とかだったら全然違うじゃんってなるんですけれども、多分立川あれアルバルクのホームだったと思うんですけど、違ったら誰か教えてください。一応アルバルク立川がある予定っていうのを前提にして、しかもブレックス戦だったかな、そんな感じだと思うんですけれども、基本的には立川立飛に行きたいと思います。まあこの時に私のシーズンチケットが復活しているのか何なのかよくわからないですけれども、なんとか取ってですね参戦したいと思います。アルバルクのホームで実は私ポパイでしたって言ったら、あの人なんだって多分なる人めちゃくちゃ多いと思います。多分見たことあると思います。ちなみに何度も言ってるんですけど毎回違う女性と言ってるぐらいな感じでございましたんでね、あの人が絶対わかると思います。なのでですね、そこ行った時にはまたいろいろお声掛けしていただければと思いますし、いろんなお話できればと思います。特に今のアルバルクについてっていうのでですね、詳しくまたお話したいなといったところもございますんで、会場でお会いした方よろしくお願いします。ということで長々とお話しさせていただきました。皆様お疲れ様でございました。ということで本日の動画はおしまい。終わり。またね。 Thank you 千葉ジェッツ、ご視聴ありがとうございました。またよかったら遊びに来てください。俺たちは強い。